こんにちは、永田です。今回は8月じゃない9月のお気に入りを紹介していこうと思います。9月はコスメを買ってはいたんですけど、まだ開けてないものがあったりとか、1回しか使ってないとかいうものが多々あったので、ちょっとお気に入り少なめなんですけど紹介していこうと思います。で、最近明るさがどうも調整しにくくて見にくい動画が続いちゃってると思うんですが、少しずつ改善できたらと思っているので、すみません、ご了承ください。じゃあ早速1つ目はミルボのニゼルジェリー。これはスタイリング剤です。ちょっと固めなジェルが出てきます。なんですけど、そこまでこうなんだろう、スタイリング力が強いとか固まっちゃうっていう感じではなくって、今日も使ってるんですけど、ツヤ感が出る、束感が出せるっていうスタイリング剤です。でね、匂いもいいので、そう、なんか清潔なシャンプーみたいな香りがするので、最近すごくよく使っています。次はもう、これは次はもう予測できるんじゃないかなっていうぐらいのものなんですが、セルヴォークのディグニファイドリップス09番です。めちゃくちゃ気に入って使ってます。こういうオレンジ系のカラー、レンガ色のカラーです。すごい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 気に入ってます。で、もう一つリップなんですけど、キスのエッセンスグロス01番、こちらを最近すごくよく使ってます。明るいリップ塗った上からこれを重ねると、少し暗めな色になって潤う感じがあるので、すごく気に入ってます。で、今日は資生堂のルージュルージュ BR322 番、このマットなブラウンのカラーを塗ってからこれを重ねてます。すごいね、縦じわが消えてくれて、プルルンっていう感じの唇にしてくれるので、すごい気に入ってます。で、よく見るとラメが入ってるんですけど、そのラメもギラギラすぎず上品な感じについてくれるので、すごい可愛い色になります。でもやっぱりグロスだからティントではないので、色持ちするかって言われたら全然しないので、色持ちするのが好きっていう人にはあんまりおすすめできないんですけど、なんだろう、いつものリップの雰囲気を変えたいっていう時にはすごくいいんじゃないかなと思います。次はもう紹介したことのあるものなんですけど、セルヴォークのインフィニトリーカラー02番をまぶたに塗ってから、これちょっともう使用感がすごいんですけど、シュー上村のシングルアイシャドウ ME270 番のカラーを上に重ねるアイメイクが最近すごい好きでよくやってます。めちゃくちゃ綺麗な、今日すごい二重の幅の調子が悪かったので、こっちの目だけロイヤルプチアイムしてるんですけど、こんな感じですごい可愛いカラーになるのでめちゃくちゃ気に入ってます。こちらデジャビューのラスティンファインクリームペンシルアイライナーのダークブラウンというカラーです。これを買ってから粘膜を埋めるペンシルアイライナーは全てこれでやってます。粘膜のペンシルアイライナーの持ちってまぶたの形とか、あと涙の出る量とか人にすごくよると思うんですけど、私の場合は全然よれないです。なのでめちゃくちゃめちゃくちゃ重宝してます。しかも色づきもいいので、なんかこう何度も何度も重ねて重ねてグイ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 描かなくてもスッ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 って描けるので、目に負担も少ないような気がしています。はい、あと最後にこちらセザンヌのカラーティントリップ CT2 番レッド系のものです。こちらもセザンヌの縛りメイクをしてから結構使ってます。これを塗ってティッシュオフしてこれを塗るっていう感じで、割と可愛いカラーなのでちょっとやってみようかな。セザンヌのティントリップを塗りました。で、これでもう一回ティッシュオフします。ほんとすごいこの色づき。もう一回塗っとこうかな。2回重ねました。で、2回重ねた上にこんな感じ、なんかちょっとおしゃれな唇になってるんじゃないでしょうか深みのある、なんだろう、ローズレッドみたいなカラーになってます。結構ナチュラルな感じに発色してます。すごい可愛い色です。では9月はこんな感じでした。いつも見てくださってありがとうございます。皆さんもおすすめあったらぜひ教えてください。では今回も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。友達がまつげエクステつけてたから、めちゃくちゃまつエクつけたくなりました。